わかんなくてそれ大怪獣物語、まあ、とりあえずもう空も探索して記念写真も撮って海も探索して街もすべて探索して、あとどこが残ってるのかっつったらもうあとはもう海底しか残ってねえてわけで、まあそこに行こうかっていうお話です、ね、今回のエピソードは。でまあとりあえずなそこ行ってまあちょっといろいろまあきっと誰かに喧嘩ふっかけてきてよ、まずちょっとまあそれでまあ帰っ、まあそれでまあ帰ってくると、そういう話です。大怪獣物語だからな。さあで行くといたしましょうか。これだったかな、まあ、多分ここだな。はい、さてさてさて、まあこれっすね、俺がちょっと探していたのは。で私たちが行かなければならないのはここで、ここというわけでも行くといたしましょうか。あーついに来ちまったか、ついにここまで来たか。あーやめろ、キティマルやめろ、あー猫やめろバカ、うん、もう完全な時に。Father Green and his friends finally came here。初めて見たときね、俺めちゃくちゃ怖かったんですよ。なんかものすごいなんか恐ろしいよ、なんかなんだろう、なんつうのかな、もう、まあ、子供心ながらにとてつもなく恐ろしいものを感じてしまったんだよな、きっと。ロシアンルーレット、あーやめろ、まあ、これをやられるとね、どうやら体力一気に、おお48、ずいぶん成長したね。やべ、なんか使える魔法がなんか覚えてないけど、雑魚掃除すればよかったか。楽しい、え、はなんだ今の、こいつこの技使ってたのか。しかも木彫り人形、マジ木彫り人形もったいね、勝手に発動するのマジだ。あれやめてほしいよな、設定かなんかしたいよ。
マジ調子乗んの俺。ふざけんなよ。まあ、それじゃ調子乗んなこのクソ野郎な。バーゲモンみたいな顔じゃんって。15,000。メガバーンサイクロンフレア。やべえな。経験値がもうガチでやばいことなんですけど。100いったか。さてと、あの変なヘンテコ野郎はちょっと今これしかないと。また変なの出てきたね。79。ごめんなさい。やるね、お前ら調子いいな今日。もう一気にもうやるか、もう一気にガンガンやっちまうよ。よし、どんどんどん先にスピードまで使うなよ。結構早くしやがった。俺今ちょっと。ああ、ようわからん。ツインツインクロスやがった。ファイヤークロスか。ファイヤークロス、ツインクロス、ツインクロス。攻撃を上げても。レベルで、まあこの入り口ね、入り口が3つあるんだよ。で3つあって、まあその中の1つを今ちょっと制覇して、まあ、制覇って言っていいのわかんないけど、あれこっちの方が下の方がなかったっけ。ちょっと今ちょっとチラ見してきたけど何もなかったんで、まあ何もなかったからまあいいやって感じね。失礼。で、まあ真ん中の入り口と、また新しいのできたね。なんかないかお前ら。三大にこのカメラ弱そうじゃん。つかこの要塞は、ああめんどくせえ。防御されたとかよ。やめてくれよ。攻撃が効かなくなっちゃったよ。おい。無駄に終わってしまった。キャナイスケープ。ノーノー、いけん、舐めてんな。ちょっと逃げるぞ。あーめんどくせやろ。やるかじゃあ。で、3体回復とは、まあ、ファイナルコイルでぶちかませしかねえよ。大丈夫か。これが嫌なんだよ、この攻撃。敵が強すぎる。で、しかもこのエンカウントですよ。よし、肩をつらさない。え、おい、攻撃、攻撃、攻撃、おい。あれ、レーザーって。おはマジふざけてんな、こいつ。調子乗りやがって。防御してもらう、確保したけど。あんまね、ちょっとね、使いたくないんだよ。アイテムは、まあ、こっから先まだ長いんで、できればまだなんだちょっとね温存しておきたいっす。赤い靴なんだ、赤い靴って、まあいいや、まあいいやと思ったけど、まあ見てるかちょっと。赤い靴はどこにあるか、一番下がなくてめっちゃアイテム溜まったな。あーららら、すごい、30いらね。ポットが新しい魔法を覚えてしまった。まあそれも後でちょっと使ってみるか。ポットめったに使ってもねえが、ちょっと全然使わねえから。まあいいさ、じっくり。なかなかめった打ちにされたぜ今のスーパーと。まあ防御シャッター使ってくるやつがすっげえうっとしてしまうね。あれでも何もできやしない。めちゃくちゃだぜ。さーてな、
かんでね。で、ここで今気持ち悪いってやってること。最高のやつかけること。あ、さっき手に入れたら魔法使った。メデューサとなんか、ぜひ頑張ってやってみよう。2回攻撃とかマジ舐めてるわ。神砕きとか。主人公でこんな食らうかな。回復しまって、さーて、こん…なんだ？こんなところでござったね。また…うわー、こいつ嫌いだった気がする。こいつはちょっとなんか左のやつは来てや。すげえ苦手だった記憶がある。なんかないか？カエル使うかも。せっかくポットなめちゃくちゃ AP 取りなんだから、使うのもったいねえよ。ファイナルクロー。無理だと思ったらレベル上げます。めちゃくちゃな目にあったぜ。めちゃくちゃだよ。どういうことだ。タッ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 。さーて、でも下に降りてきて、まあ、セーブ待って、まあ、セーブし、まあ、後でいいや。まあ、ちょっとここ探索し、まあ、先にこの回を探索すると、まあ、話せるんですよね、ここの人たちはね。なるほど、あ、いたいたいた。あ、強そうだろ。めちゃくちゃ強そうだろ。特にこのなんか団体したな。さあ、やろう。あ、いいだろ、よし。あ、こんな目にあったら、あれだ。悲惨すぎるだろ。どういうことなんだろう。どういう状態なんだろう。これもなんかバイオベース状態だ。戦闘するたびに回復をするという、まあ、なかなかね。しょうがないな、これは。パーティー入れ替えやってる。妖精の飛躍。でも戻ると戻って敵出るのよ、敵出るのよ。出なくていいよ、出なくていいからね。はい、いい子です。あ、お前話しかけてますよ。天狗なんだ。全部のバカをやっつけてくれた人じゃないか。こいつはあるか、もしかしたら牢屋にいた人たちなのか。いた人たちも誰かなのか。悲惨すぎ。ゼニムに捕まって、さらにここでも捕まってるって最悪すぎる。ああ、あれか、サボテン族か。サボテン族っていうのか。どういう状態なんていてえってか。なんか栄養分吸い取られてんのかな。気持ち悪いな、ほんと。恐ろしすぎんだろ。ウエストサイド。はい。かもしれないよ。戻りますね。ひでえ目にあったもん。めちゃくちゃだぞ。ぐちゃぐちゃのめっちゃめちゃにされたから。さあ、どうしよう。チェック画面さ、あ、なるほど、ほんまに。なるほど、さっき手に入れたやつをこれ使うと。これはなんぞ。ボス戦か。これはちょっとミスったな。こんなやつどういう強さなんだ。え？
そんなものですか。いいけどさ、でも多分これに話しかけると真っ先に出てくるようだから、まあ多分これやんなくてもいいだろう。さあどうする、やるか、話しかけるか、まあやるしかねえよ。回復しとくか。一緒こいつどんぐらい、うん、まあいいや。私はドクターのギャウファー戦闘の大幹部、この辺の弾はギャウファー戦闘の大幹部、特に大きな弾の弾は将来のギャウファー戦を渡す、つまり我らのボスになろうかと。あなた方を近づけるわけにはいかないんです。クク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 ク
次回。